全く同じやん、はい、再生これ一応動画回ってるんですけど、あ、回ってるんですか、大丈夫ですか、いいですか、サブチャンネルに、サブチャンネルか、はい、全く同じ服、はい、サイズはサイズ、サイズも一緒、サイズこれちょっと買ったんだけど、ちょっと履く勇気がないの、本当ですか、でも古竹になってるけど、はい、俺が履くとあの古竹なんだけど、裾上げしなくていいやと、なるほど、着心地いいですいいの、ね、超いいよね、はい、フリース、はい、最近ウェアを買いまくったんですよ、本当何キャラなのかなと自分がで、ちょっと今探り中、探り中です、髪も染めて、髪染めた、はい、で横も刈り上げて、でもあのでもまた戻しました、ちょっと染めすぎて、なんか水野さん、これ水野さん、いやいや全然、あと川村さんのパターを紹介していただきたいですよ、ゴーさん、え、何パターを紹介して、いいっすか、 YouTube 撮ってもらっていいっすよこれ紹介したらこれ盗まれる。ナンバーワン。知ってるんですか、わかるの、はい、見たら。はい、あっと思ったの。はい、マニアには。2ドットじゃないですか。あ、これ2ドットはどうなの、何なの、いや、もう一番リアリティの高い。マジですか、はい、やっぱこれっすよね。あのネックまたネックがまた違う。ネックが。ネックが特殊。ネックがこれ。本当だ。ダブルベントじゃないですね。なんかちょっと。すごいね。すごい。あ、すごいの。はい。やばい。やばいのこれ。はい。やっぱナンバーファイブで。はい。いや、俺もこれに勝るパターンないと思う。あ、ほんと。これは確かに盗まれちゃうな。盗まれちゃうよ、これ。はい。すべてが良くないですか、これ。いいよね、バランスね。いや、今この重さのパターンってないから、そうそう、これ軽いのが好きで、探して、でこれね、まだね、5本ぐらいあるの、家に。これ、こういう、これと、これ、多分2ドットのやつ。この、ワンベントのは1本しかなかった。これは1本しかなかった。すごい。すごい、これ。じっくり、桑原さん節を、ちょっと長屋まで行って。はい。豪邸訪問していいですか、グリーン、撮影に行かせてもらっていいですか、グリーンね。勝負しますか、ちょっとすごいから、はい、家が、いやいや、ちょっと名古屋、ね、グリーンから、はい、突撃ごオタク訪問がね一番人気あるんですよ。なるほど。この間ヒロ君って言ったら、なるほど、すげえ。誰ヒロ君？宮瀬。ああ、豪邸ね、豪邸トラベルね。豪邸ツー。豪邸ツー。はい。あ、細川さんちもいこう、豪邸ツー。ああ。三つ街道のドーンね。豪邸訪問シリーズなかなか。クラブ部屋とかあります？ありますか？クラブ部屋来て。クラブ部屋が一番こだわり。すごいな。もう消毒も全部自分でやってる。もう窒素、リン酸、カリ、窒素、もう全部、もう全部知ってる。盆栽もやってるから。盆栽はね、どっちかってやってる、あ、もうやってないんですか、盆栽じゃなくて、俺もうみんなに盆栽って言われるんだけど、ガーデニング、ガーデニング、ガーデニング、これもちょっと花とか、あと最近はもうあれです、野菜です、バンカー潰しても畑にした、あ、そう、バンカー猫が来て糞して臭いから、あ、逆に使っちゃう、もうそれ、それを使っちゃう、うん、それ使って、それ畑にした、野菜はもう自給自足で減点回帰、うん、ニワトリ買おうかな、だんだんそうなってくるね、究極極めると、うん、いろいろ勉強になるの、うん、もういろんな名言、名言どんなのありました、汚い泥ほど綺麗なハスの花が咲くんだよ、しんちゃん。ちょっとね、それはちょっとまた後で、ちょっとお話、ちょっとさせていただきたいんですけど。
あとはしんちゃん、なんだかんだ言ってシニアになって体力が衰えたとか、なんか年取ってどうのこうのって俺が言い訳するけど、結局練習量が減ってるだけの問題なんだよ。なるほどって自分で言ったんですよ。いいこと言う、いいこと言いますよね。いいこと言う。いや岡田さんの言葉重いのよ。だから今度突撃オタク訪問行って、ね、行きたいっすね。ちょっとバイオ茶の話から、バイオ茶もういろんな話を、バイオ茶で深いから、うん、鮎釣りから、うん、釣り竿から、うん、何から、もう全て極める、もうマニアックな世界にぴったりやね、うん、これサブチャンネル。まあもうちょっと今メインかなって一瞬思っちゃったんですけど、そうだね、メインがね、メインになってきた、はい、もうメイン、これは、はい、はい、ちょっといいっすか、本当にお邪魔して、いいっすか、ありがとうございます。ゴルフやりますか。あ、いいんですか、ゴルフまで。なんか、あれですね、我々ちょっと、ゴルフっていうよりもショートコースとか良くないですか。あ、いいっすね、好きでしょ。あ、いいっす。ショートコースでそれこそ丸山茂樹とかも呼んで、ですか、マジですか。ショートコースで試合、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 あ、もうあれトーナメントにもうどんだから、はい、名古屋トーナメント開催して若手のために、いや、協会名古屋中部協会、中部どんだね、本当に本当にショートコースで6ホールぐらいしかないんだけど、それでもうすごい綺麗にしてもらって、そこでみんな真剣に120ヤードぐらいグリーン乗らないみたいな状態にしておいてもらって、それで真剣に勝負するみたいな、面白くない、これやってみたい。じゃあすごいコンディションがいいんですか。いやいやいや、やってもらって、やってもらって、そういうのやってみたいです。本当にもうなんかこの世代ってやっぱり小技で勝負するしかなくて、そうです。でそういうのを本当になんかもう特にもう俺しんちゃんとか打つ時近くで見に行くもん、こうやってどんなのすんの、どんなのすんの、どんなのすんのってそういうのみたいは昔はうまかったんですけど、いやいやいや、田中さんも完全オーソドックス。今のこの小屈の、うん、あの神だよ。なんだよ。小屈の神。小屈っていうのこれ。小屈。小屈。今流行ってる。小が屈ね。小が屈。小が屈。小屈の神だね。抑えて抑えて。お願いします。しんちゃん、しんちゃん来るから磨いておきます。床を、床磨いておきます。お願いします。ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。もう時間だ。短いね。練習こんなもんだ。はい、そうなんで。喋りに来てるからね。スタートいってみます。じゃあ、質問。こっちは女子ツアーだね。一人でここで練習するっていうシュール。ウームゴルフ。ああ、すみません、ありがとうございます。横田チャンネルの、はい、サブチャンネルの人、はい、そうです、あ、そうです、サブチャンネルの、はい、あ、こんにちは。ウームが、ウームが入ってんの、そう、ウームゴルフ、あ、どうぞどうぞ、どこまで行っていいんですかね、僕。いや、でも、行っちゃっても大丈夫でしょ、全然ラウンドついても大丈夫です。いや、ラウンドは大丈夫です。あ、映っちゃってますけど大丈夫ですか。PCR 検査やってました。あ、ナース看護師さん。あ、大二郎さん、大二郎さん、カメラ大丈夫ですか。あ、全然、いやいやいや、ちょっと
いいですか。あ、ありがとうございます。また行きます。じゃあ行ってらっしゃいませ。泉亀井さん、はい、今日があの YouTube で言ってたいじめられたってやつ息子の話してます見てくださったんですね。はい、不動産に頼まれてスポンサーやることになりました。あ、そうなんですか。お父さんと仲いいんですか。うちの社長が仲いいんです。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ怖いんですよ、お父さん。あ、そうなんです。息子がめちゃめちゃ生意気なんです。あ、そうなんですか。サイン縦書き横書き横です。悪いです。めっちゃ久しぶりですよ。ですよね。ね、初めまして。確かに確かに。はい、面白いかな。うん、何の違いでしょっけ。え、同い年？何の違いでしょっけ。一個、大事やが一個。去年、はい、あのオープンで、大二郎と同じ組で、雨降んないだろうなと思って、うん、傘も何にも持たずに行ったら、4番ホールで大雨降って、走ってクラブハウスまで取りに行って、1ホール横田さん自分で担いでゴールしたの。そしたらバーディー。そうでしたね。うん。取り行きましたね。うん。あれ何パットって言って、イーグルパットって。俺いらないじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今私あ私いいんですけど預かったちょっと違うね。大会用に1枚あの看板のところでアマチュアの方を囲んで写真をお願いいたします。これやっていいの。ピコピコルール説明とかないね。ちょっと距離計忘れちゃった。うわ。YouTube 止まんないし。あ、本当ですか。あ、本当ですか。はい。気が利かなくてすいません。2本あるからさ、ね、どっち使うかな。レーザー距離計使っていいのかな。持ってる？そういうの。海洋庫みたいなのあるのかな。これがそうじゃないですか。大二郎。距離計測器の使用 OK です。結局ピコピコ使っていいのかね。何ですか。ダメなの。分かんない。やべ。お、フェ
やべえ。俺はあれこのティーなの。めっちゃ左跳ねた。え、そうなの。僕48ですけど。どっちでも好きだもん。こちらです。男性はこちらですけど、あの一般男子プロは。一般男子プロ。一般男子プロなんかずるしようとしてない。え男子プロは黒、シニアプロはブルーか。じゃあ俺前から前から。前からやりたかった。だってまだシニアじゃないでしょ。全然シニアじゃないよ。ダメだ。あ、ボケ？うん。48を優遇してくれる会があるから。そうなんですか？これだ、シンモが催してくれたやつ会は。うん、前からやりたいんだよ。前からやりたいよ。俺が沈みだと同じでいいからね。じゃあお願いします。お願いします。あらららら、大二郎も同じ方向だったけど、大二郎飛んでるから木に当たって。僕木に当たってフェアウェイに戻ってきました。マジで？あそこに見えてる。大丈夫ですかこれ？全然全然。当たって。これはあの、あれですか？ YouTube。YouTube。はい。マニアックな世界。多分でもこれメインチャンネルに行っちゃうかもしれないです。本当。はい。桑原さんいいこと話したから。そうだね。はい。サブちゃんもある。そうです。サブちゃんもある。寝起きドッキリ面白かった。ショーチャンネル。カリバタ。カリバタ。右行かないじゃん。俺じゃん、本番になったら右行ったの。リカちゃんにまた負けんのか俺。え？いやいや、今日、そうですよ。リカとさんと回ると、リカはいいから。そうか、調子良くなっちゃうんだ。リカちゃん、リカと回ると、リカ苦手？うん、多分ね。おーナショー！じゃあ行ってらっしゃい。はい、行きます。緊張しません。